母親たち、原発被害者を守らないデタラメな政策を行っている国や県、行政に対し怒りの収まらない日々が続いています。私は現在小学4年生の息子と妻の両親、おじたち、浪江の人たちと共に浪江町から福島市に避難しています。当時は、原子力従事者で女川原発に出張中でした。週末で帰宅の準備中に地震が発生し、目の前に20メートル以上の津波がやってきて、建物も道路も車も流されました。3月15日まで家族と連絡を取れず、また女川原発から脱出することができませんでした。3月11日の夜、女川原発内資料室の BS 放送で 1F が全電源喪失し、原子炉水位が低下していることが分かりました。この世の終わりを感じました。この年から東電や国のデタラメな対策や事実の隠蔽が始まりました。メルトダウンが起きても3ヶ月経った6月にようやく国も東電もメルトダウンの事実を認めたのです。しかし事実隠蔽は続きました。3月11日以降、国や県は汚染の状況や被ばく量を隠し続けてきました。汚染のひどい高線量地域に人々を留め置き、不要な被ばくを受けさせ続けたのです。安定用素材の配布もせず、服用もさせず、避難させず、何の対策も取らないどころか被ばく拡大をしました。国、かっこ文部科学省はスピーディーのデータを福島に送りましたが、福島県はこれも無視してしまい、国から情報はなかったことにされました。猪苗代町の旅館に避難中の時、一緒に避難している出産を控えた親戚の母乳検査をしてもらえるように県庁に何度も依頼しに出かけましたが、国や県の意向で測ることはできないと言われました。この時私は福島県は、はい、県民を守る気などないんだと思いました。測定すると被ばくしていることが分かってしまうことを恐れ、測定をしないようにされていたのです。それだけではなく、山下俊一に安全洗脳教育をさせました。事故前までは放射線と健康被害について被ばくをすればがんの発症や健康被害の発生を提唱していた教授が180度反対のことを言い始め、被ばく拡大に加担しました。新たな安全神話の始まりです。漫画おいしんぼでの鼻血問題は、国と県は作者と出版社に対し異常なほどのバッシングをしました。事故後半年くらい経ってから、私も1ヶ月に1度から2度鼻血が出ました。昨年くらいまで続きました。息子は事故後半年くらい経ってから、はい、1ヶ月2度稼働するようになりました。免疫力の低下によるものと思われます。少し衝撃いたしますと申し訳ございません。国や県、行政は重大な法律違反をしています。放射線障害防止法が定めた一般人の追加被爆線量年間1ミリシーベルト以下という基準に違反しています。放射線管理区域指定の4万ベクレルパー1平方メートルの基準も違反しています。事故後の年間20ミリシーベルトなどという数字はとても容認できるものではありません。0.23 マイクロシーベルトパーアワーなどというまやかしの数字も容認できません。
本来 0.11 マイクロシーベルトパーアワーで年間1ミリシーベルトです。私は原子力で29年間働いてきましたが、今までで最高の被曝線量は年間12ミリシーベルトです。いかに20ミリシーベルトという数字が大きいかということです。原子力従事者より多くの被曝を小さな子どもたちに強要しているのです。法を守らないデタラメの政策を被害者に押し付ける国、各省庁、県民を守れない福島県、加害者である国と結託し、県民を欺いてきた福島県、事実を隠蔽し被曝を拡大させてきた国と県、どちらの罪も非常に重いものです。子どもたちは子どもたちを守れない。子どもたちを守るのは大人の責任です。そして義務です。子どもたちに安心安全な環境と、未来を提供しましょう。以上、ありがとうございました。はい、もう一人の方のスピーチがありまして、その後新人のオカリナ演奏がありますので、はい、皆さんお疲れ様です。警察署テントです。いつも、今回ですね、本当は、もっともっと多くで、来たかったんですが、昨日、経産省から、12月1日ということで、多分、不当判決から1ヶ月、そして過ぎました。そして昨日、突然、経産省から通告がありました。改めて退去を、要求すると、そしてそれに応じなければ法的措置を取ると。いうふうに、最後通帳だと思いますけれども、行っていきました。それで今日、今緊急会議を、開いていますので、ちょっとなかなかこちらに駆けつけられないんですが、気持ちはあくまで皆さんと、一緒です。そして、皆さんともにですね、とにかく東電そして経産省と、引き続きとにかく対峙をし続ける、不当なことに対して、声を上げ続けていきたいと思いますので、よろしくお願いします。そして、こちら、この、呼びかけであるタンポポ社、決算書テント広場、も、加入している再稼働都市レッドとして、昨日までですね、今伊方原発の、隣で、伊方原発が再稼働が迫っているという中でですね、八幡浜の市長が、真っ先に、伊方町長や愛媛県知事に先立って、再稼働してくれと、いうことを、申し出た。それに対して、市民が本当にそうなのか、多くの市民がそうじゃない、まだ、この福島を見たくて、5年近く経つけれども、10万人以上の人たちが避難生活を強いられている、誰も責任を取ろうとしない、この東電もようやく検察審査会が、市民たちが、起訴という、ことを判決を、判断を出しましたけれども、この経営陣たちは平気で逃げ続けようとしている。まして四国電力はこの東京電力も何分も小さいけれども、やっぱり、自分たちは安全だと言うけれども、農家に対して、それだったらば堂々と自分たちが万が一の時には責任を持ちますよと言えばいいけれども、そういうことに関しては逃げ続ける、その一番の悪霊を作ったのがやっぱりまさにこの東京電力ですよね。東京電力が平気で、安全だと言いながら、経営責任、自己責任は逃げる、その悪霊をまさに、鹿児島、九州電力、そして四国電力もそれを踏襲して、事故が起こっても自分たちは逃げる。そして結局は電気代を被災者と被害者である、人たち、そして国民に私たちの税金から結局、に押し付けようとしている、そうやって、そういうその悪霊の中にこの東京電力はやってる。それに対して、八幡浜市の、市民たちが今日、ここの今向こうではもうまさに土砂降りの雨のようになっているらしいですけども、今日まで1ヶ月かけて、署名を今集めて回っています。
何としてもですね、市長が勝手に、再稼働してください、もう事故は起こって危ないことも分かった、電力はもう原発止めても足りてることは十分分かった、そして避難計画もできてない、核のゴミの処分先も決まっていない、避難ができないけれども避難ができたって移住先も決まってない、賠償の責任も決まってない、でも再稼働してくれと市長が勝手に言ったけれども市民はそうじゃない、そういう声を今すごく勇気を出して、地元の人たちも上げています。ぜひ、一緒に、まあ、連帯しながら、こちら東京も頑張ってるということを伝えてきました。まあ、多分今この中継もしてくれてますけれども、多分現地の人たちも見てくれてると思いますので、一緒になって、私たちも、声を上げ続けていきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは新しい方、オカリナ演奏1分30秒だそうです。はい、いらしてください。向こうに向かって、お名前は、田島光生と申します。どちらから小岩です。小岩の田島さんですね。はい、じゃあお願いします。短くします。